15代、上山勘太郎は、日本の商人、実業家、大日本女中菊社長を務めた、大日本女中菊の創業者、上山栄一郎の長男、和歌山賢人、上山栄一郎の長男、AA さん、16代、勘太郎の兄である。先代、上山勘太郎の養子となり、1908年、上山家15代の家督を相続し、 全名英之助を改め襲名した。東京高等商業学校に学び、天産物自家輸出賞を営んだ。ユーゴスラビア国に、紀州産未管内を移植、寄贈した。1930年、大日本女中古社長に就任した。1939年、日本女中菊輸出組合理事長に就任した。大阪商工会議所貿易部長。 ユーゴスラビア国日本中札名誉領事、大日本女中菊、朝鮮女中菊、美の島倉庫運送、関西緊張販売、東京緊張販売各社長、南海水力電気、松下電工、篠田山ゴルフ各、取締役、岸和田レンガ免業、日本霊園、白浜温泉土地クラブ、南海鉄道、満州製紙、 大阪ゴルフ、上山職産各監査役などを務めた。1942年、陸海軍食卓として、東南アジアに出張中、シンガポールで航空機事故のため死去した。外交官を志したが、養父母のもに会い、親族一同の棍棒により、意志を翻し、競技にあって、上山家の火星を司り、片原ジップ、栄一郎の片腕となって、産業立国のため、 郷土の進歩発展のためにと実業界に活躍する。その方は純英国式の紳士である。趣味は、俳句、ゴルフ。宗教は、浄土宗。住所は、兵庫県西宮市宿川商風町、森具奥畑。大阪府在籍。著書には、欧米万筆、実現期の国や文在門などがある。ありがとうございます。